修道ジンは、ヌクレオシドであるウリジンの異性体。リボースンとウラシルの間のグリコシド結合の N、C 結合が CC 結合に置き換わっている。RNA に知られている100を超える就職延期としては最も一般的で、負債はすべての生物種、ほとんどの RNA に見出されている。転写やその後の合成過程の後、 RNA は科学的に異なる100以上の就職を受ける。こうした就職は転写後の段階で RNA の発言を調節している可能性があり、RNA の翻訳、極剤、安定化など様々な役割を果たしている可能性がある。修道リジル化もそうした就職の一つであり、ウリジンが C ゴグリコシド結合が体生体である修道リジンへ変換される。 ウリジンには一般的なリボースの C1 位、e、とウラシルの N1 位、e、の間の CN 結合が存在するのに対し、修道リジンではリボースの C1 位、e、とウラシルの C5 位、e、が CC 結合を形成している。CC 結合はより大きな回転自由度と立体配ーの柔軟性を与える。さらに修道リジンには N1 位、e、に余分な水素結合共有体が存在する。 修道ウリジンは5、リボシルウラシルとしても知られ、トレナ、ナ、スナナ、スノーナなどの構造的 r n a の構成要素として普遍的に存在している。近年では、タンパク質を高度するメッセンジャー r n a にも発見されている。修道ウリジンは最も豊富に存在する修飾塩基であり、生物の3つのドメインすべてに存在し、最初に発見された修飾塩基である。 このヌクレオチドは5番目のヌクレオチドであるとみなされており、酵母のトレナの4%を占めている。この塩基収縮は r n a を安定化し、余分な意味の元を介して、水分子と水素結合を形成することで塩基のスタッキングを強化する。大腸菌エシャーキア古来の名には、修道理人が1個存在し、酵母の細胞質の名には30個。 ミトコンドリアの 21S なには一つ、人の名には約100個存在する。これらからは、生物の複雑さとともに修道リジル化の程度が増大していることが示唆される。ナヤトレナ中の修道リジンは、局所的な構造を微調整して安定化し、メッセンジャー RNA の解読、リボソームの組み立てとプロセッシング、そして翻訳に関する機能の維持を助けることが示されている。 スナナ中の修道ウリジンは、スプライソソーム RNA とプレメッセンジャー RNA との相互作用を高め、スプライシングの調節を促進することが示されている。出荷酵母 S セラビシのトレナラ。修道ウリジンはプサイで示されている。プサイはトレナに普遍的に存在し、トレナに共通した構造モチーフの形成を促進する。そうした構造モチーフの一つが、 ティープサイシーステムループであり、フサイ55が関係している。フサイは D ステムとアンチコドンステムループにも一般的に見られる。各構造モチーフにおいて、フサイの独特な物理科学的な性質は標準的な優では不可能な構造安定化を可能にしている。翻訳時に、フサイはトレナ分子となメッセンジャー RNA との相互作用を調整する。フサイや 他の就職ヌクレオチドは、それらが存在するドメインの局所的構造に影響を与えるが、RNA 分子全体のフォールディングに影響を与えることはない。アンチコドンステムループでは、夫妻はトレナがリボソームに適切に結合するために重要であるようである。夫妻は ASL の動的な構造を安定化し、30S リボソームへのより強固な結合を促進する。 ASL のコンフォメーションの安定化は、翻訳時の適切なアンチコドンマイナスコドン対合の維持を助ける。この安定性は、ペプチド結合の形成速度を低下させ、不正確なコドンマイナスアンチコドン対合を排除するための時間を長くすることで、翻訳の正確性を向上させている可能性がある。しかしながら、トレナのシュードウリジル化は、細胞の生存に必須ではなく、 アミノアシル化にも通常は必要とされない。プサイは、タンパク質合成の異型となる、メッセンジャー RNA にも存在している。メッセンジャー RNA 中のプサイ残機は、シコドン、ウア、ウガ、UAG のコーディング特性に影響を与える。これらのシ,ューシコドンの言うフサイへの就職は、UC への変異と同様に、ナンセンスサプレッションを促進する。プサイは、 全ドメインの生物とその細胞小器官のリボソームの大小のサブユニットに存在する。リボソームでは、負債残期はドメイン2、4、V に密集しており、RNA-RNA RNA 間、または RNA- タンパク質間の相互作用を安定化している。負債によってもたらされる安定性はナノフォールディングとリボソームの組み立てを補助している可能性がある。負債は、 局所構造の安定性にも影響を与えている可能性があり、翻訳時のデコーディングの速度と正確性、構成機能に影響を与える。不採は、深核生物の主要なスプライセオソームのスナナにも存在している。スナナ中の不イ残機は、多くの場合系統学的に保存されているが、分類群や生物種によって、多少の差異が存在する。スナナ中のプサイ残器は、 通常 RNA-RNA RNA 間、または RNA、タンパク質間の相互作用に関与する領域に位置しており、スプライセオソームの組み立てや機能に関与する。スナナ中のプサイザン機は、スプライセオソームの適切なホールディングや組み立てくらいに、与し、プレメッセンジャー RNA のプロセッシングに必要、不可欠である。修道リジル化は、転写後、 すなわち RNA が形成された後に行われる RNA 就職である。この就職を行うタンパク質は修リジンシンターゼと呼ばれている。パスは生物のすべてのドメインに存在する。研究の大部分はパスがトレナを就職する機構に関して行われており、そのためスナナやメッセンジャー RNA に関する機構は明確ではない。パスタンパク質の RNA に対する 特異性、構造、そして異性化機構は様々である。様々なパスの構造は4つのファミリーに分類される。ファミリー内では共通した活性配列と重要な構造モチーフが存在する。トリューアドメインはトレナ、スナナ、メッセンジャー RNA の様々な部位を就職する。このファミリーによるウリジンの異性化機構にはまだ議論がある。 トレナと結合した、修道ジンシンターゼパス1は、核内に存在し、トレナの様々な部位、U2S7 を44、U6S7 の U28 を修飾する。パス1の発言は、環境ストレス時に増加し、RNA スプライシングの調節に重要であることが、示されている。また、パス1は、核内で合成されたトレナを、細胞室へ送る際にも必要である。 パス2はパス1に極めて類似しているが、ミトコンドリアに位置し、ミトコンドリアのトレナの U27 と U28 のみを就職する。ミトコンドリアのトレナは、他のトレナと比較して、修道理人の量は少ない。他のミトコンドリア極材タンパク質と異なり、パス2にはミトコンドリア標的化シグナルが見つかっていない。パス3はパス1と相当であるが、細胞質と、 ミトコンドリアでトレナの U38、39を就職する。このタンパク質はトルーアファミリーの中で最も保存性が高い。トレナが不適切なフォールディングをしている際にはパス酸による就職が低下する。トレナの他にもノンコーディング RNA やメッセンジャー RNA を標的化するが、この就職の重要性に関してはさらなる研究が必要である。人では パス3はパス1と共に SRA1 ノンコーディング RNA を就職する。トラブファミリーはミトコンドリアと核に位置するパス4のみから構成される。パス4はトレナのエルボーに位置するコードに保存された U55 を就職する。人のパス4はプアドメインと呼ばれる結合ドメインを書いている。パス4はトレナの T ループ部分に対する配列特異性を有する。 パス4はメッセンジャー RNA を就職する予備的なデータが存在するが、その確証にはさらなる研究が必要である。また、植物に感染する RNA ウイルスであるグロムモザイクウイルスに対して特異的に結合する。トラットは様々な RNA の就職を行うが、どのように RNA 機質が認識されているのかは、はっきりしない。パス7は、 有痛スナナの35位を就職し、この就職はヒートショックによって誘導される。他には細胞質のトレナの13位とプレトレネイターの35位が就職される。パスナナはメッセンジャー RNA の修道売り汁化も行い、得意性は RNA の種類に依存しない。パスナナはユグアーの配列を認識し、2番目の U が就職される。パスナは ヒートショック時に核から細胞質へ移行し、メッセンジャー RNA の修道売り汁化を増加させる。就職は RNA の核から細胞質への再極在と相関しており、ヒートショック時にメッセンジャー RNA の安定性を増加させていると考えられているが、さらなる研究が必要である。ルアドメインによる認識は、タンパク質の結合によって誘導される二次構造に、 対する形状層補正に依存しているようである。パスゴは研究は進んでいないが、ミトコンドリアに極在するシュードウリジンシンターゼである。パスにと同様、ミトコンドリア標的化シグナル配列は見つかっていない。このタンパク質は、ミトコンドリアの2 1 s の u 2 8 1 9を修飾する。パスゴはメッセンジャー RNA 中の一部のウリジンを修飾する可能性があるが、 これに関しても、さらなるデータが必要である。パス6は、細胞質とミトコンドリアのトレナの U31 を、就職する酵素である。メッセンジャー RNA を就職することも示されている。パス8は、ディブニとしても知られ、細胞質のトレナの U32 を就職する。CE タ端には、ドレアップでアミナーゼドメインが存在し、 リボフラビンの生合成に関係している。ルアドメインとデアミナーゼドメインは完全に別個の機能であり、両者が互いに相互作用するかは不明である。パス8は酵母では必須であるが、修道ジンの就職ではなくリボフラビン合成と関係した機能のためであると考えられている。パス9は細胞質ではなくミトコンドリアのトレナに対し、 パス8と同じ部位を就職する酵素である。N 末端にミトコンドリア標的化シグナルドメインが存在する唯一のパスタンパク質である。パス9はメッセンジャー RNA も就職する可能性が示唆されており、基質得意性は低いと考えられる。修道ウィリジンは多数の異なる技術によって同定することができる。RNA や DNA 中の就職を同定する。 一般的な技術は液体クロマトグラフィー、質量分析である。質量分析は分子を質量と電化で分離する。ウリジンはと、修道ウリジンは、質量は同じであるが、電化が異なる。液体クロマトグラフィーはカラム中での保持時間の差によって分離を行う。修道ウリジンを同定する科学的手法では、CMC と呼ばれる化合物が用いられる。 CMC は、修道ウリジンとウリジンの双方と結合するが、修道ウリジンの絵の位に結合した CMC は、アルカリ処理後も保持されるため、修道ウリジンを特異的にラベル化し、ウリジンから区別することができる。修道ウリジンに結合した CMC は、シグナル分子でタグ付けを行って、イメージングに利用することもできる。この手法を、ハイスループット化する研究が行われている。 修道ウリジンは、金傍なリン酸主差にわずかではあるが重大な影響を与え、塩基のスタッキングも強化する。こうした効果は、RNA 中に存在する修道ウリジン残基のすべてではないが大部分で、生物学的な役割の基礎となっている可能性がある。トレナやナ中の特定の修道ウリジン残基を喪失する遺伝的変異によって翻訳に困難が生じ、 生育速度は低下し、野生株との混合培養では、野生株に競合することができなくなる。シュードウリジ人就職は、マロッサや、先天性核解上昇などの人の疾患への関与も示唆されている。先天性核解上昇と、ホイラル・レイダーソン症候群は、シュードウリジ人シンターゼであるジスケリンを高度する DKC1 遺伝子の変異によって引き起こされる。修道売人は、 人免疫不全ウイルスの感染におけるウイルスの潜伏過程の調節因子として認識されている。修道ウリジル化は母系遺伝するミトコンドリア糖尿病の発症とも関係している。ミトコンドリアのトレナの低変異によってあるヌクレオチドの修道ウリジル化が防がれ、トレナの三次構造が変化しているようである。これによってトレナの不安定性が高まり、 ミトコンドリアでの翻訳と呼吸の欠乏が引き起こされる。ありがとうございます。